日本の学校での組み立て体操2009年11月29日に、ブラジル連邦共和国リオでジャネイロ州、ニテロイ市の総価学会合同大会で行われた、組み立て体操の演技。組み立て体操とは、体操を基礎にして、一般には道具を使用せず、体を用いて行う、集団演舞である。日本においては、文部科学省が定める学習指導要領で、 取り扱っていないが、学校で模様される、体育教授で、在校生徒の強制的な参加により披露される、マスゲームの一種である。組体操と表記することも、少なくないが、荒木達夫は、組み立て体操と組体操は、性格も狙いも異なると主張しており、端的には性的な造形美表現を組み立て体操、複数人の力を利用し合う動的な運動を、組体操としている。 初歩的な組み立て体操は紀元前2000年の古代エジプト文明の壁画に観察できる。中国では漢の時代の土偶にそれが見られる。ヨーロッパでは中世以後のイタリアで祭日などに披露された。19世紀にはドイツで近代的な組み立て体操が盛んに行われた記録がある。国民主義の高まりを見せた19世紀半ば頃から、 ドイツで国民の健康と軍事協連を兼ね合同で行う体操運動が盛んになり第一次世界大戦を前に欧米諸国にも広まりこれらは明治初期に日本にも伝播した20世紀前半にはアメリカ体育連盟のカリキュラム研究会がタンブリングを全国で実施可能な種目として発表20世紀のチェコスロバキアでは 国民的行事で数千人規模な組み立て体操がしばしば披露された。20世紀の終わりまでは世界各地で披露されたが21世紀には数千人規模の大規模な演技は減少した。日本以外では香港、マレーシア、ブラジルで盛んである。中区諸島では第一次世界大戦終結後の国際連盟決議にて大日本帝国の 委任等治療となった時代に組み立て体操を含む運動会が持ち込まれ、近年のインドネシアでは、総科学会が主催する催しや研修にて、総科学会組体操クルー、総科ユース組体操クルーなる班が活動を行っている。日本の学校下における組体操については1951年度版の中学、高校用指導要領に三段ピラミッドなど図解が、 掲載されていたが、それ以降の記載はなくなっている。教員の専門は、教科指導であるため演目指導を行っている。学校では、現場の裁量、判断において、正規授業内容外で扱う活動が主となっている。ほか、自治体などの判断で安全面を考慮し廃止するなど、行事から演目を外す学校も出てきている。慶応義塾体育会機械体操部の組み立て体操。 1932年2010年 ICU、世界チアリーディング選手権大会でのコスタリカチーム、日本でも、倒立や回転運動を含むものを、タンブリングやピラミッド、ピラミッドビルディングの略、二人以上で行うものを指すと呼んでいた。戦前には、回転運動、組み立て運動と呼ばれるようになり、組み立て体操の著書もありのちに、 日本体育大学体操部を創設した浜田誠一が明治神宮競技大会でその指揮に当たった。こうしたタンプリングピラミッド組み立て体操の類は学校の運動会などでも披露される演目となっていたが軽技的、技術的に深入りしたものは独特しく教育的でないと警告されている。団結と協力をテーマに戦前から練習に練習を。 重ね日本体育会体操練習所の学生が発表会などで披露していた。床運動を基礎とした集団で行う近代リズム。体操は女子6人から30人くらいで行われ、この種の競技は日本語で団体都市体操と呼ばれることもあり、欧米ではスポーツクラブによる競技会が開かれている。日本で生まれ世界に広がった男子組み立て体操は、 男子6人程度で行われるアグに似た競技である。スタンツとは軽技を意味する米国の俗語であり、1人または数人で行われる小規模な演技である。4人程度で行われるアクロバット体操やチアリーディングの演目に含まれる5人程度で作るタワーに近い。組み立て体操に相当する統一された英語表現はまだない。マスジムナスティックという表現が アメリカの一部のマスコミで使用されることがあるが、これは集団で行われる体操であり、立体的な組み立てを必ずしも含まないので、マスゲームに近い表現である。北朝鮮のアリラン祭で披露される発展型のアクロバット体操も、日本語の組体操とは異なる。中国語ではかつて団体操と呼ばれたが、現代中国の団体操は組み立てを含まないので、 マスジムナスティックス、マスゲームに近い意味となる。他方、アメリカ、イギリス以外の英語圏の国々では、ジムナスティックフォーメーションという表現が使用される。この意味は日本語の、組み立て体操と同じである。ポルトガル語では、ブラジル全土で通用する、ジナスタカモンタダという表現があり、組み立て体操を意味するインドネシアでは、組み体操と呼ばれる。 現在、世界で最も組み立て体操が盛んな国は、日本の学校管理下で行われる体育的行事で、修学終了後の社会生活一般において、組み立て体操の練習や演舞、行事などの継続はほぼ皆無であるが、一部団体職員による演舞が行われている。一般に、ダンスやマスゲームと同様に、得点を争うのではなく演舞者の一心乱れぬ。 団結した行動を一般監修に見せるために行うことが多い。日本の学校における運動会は強制的に参加させられる行事であり、観覧者に向けた催しが目的ではないが、来場者や保護者に向け、高度に統率、指導された集団教育の成果を発表する目的も含めて行われる。そのため、赤組、白組ではなく、男子、女子全員、 5.6年生合同などといった団体分けをしたりする。古典的演技種目では10秒ほどの姿勢保持が必要である。そのため、バランスや筋力、筋持久力が発達段階にある成人前の小学校高学年、中学校、高等学校で主に行い、それ以外の学年でもダンスのクライマックスの決め技に行うこともある。また、 幼稚園の遊戯でも2段から4段ピラミッド、3段タワー等の演目を指導している園がある。組み立て体操の古典的な実演方法はリーダーが福笛の合図で元を組み立てるのが日本では定番のほか、掛け声や点呼による動機も用いられる。日本の学校では教員や児童、生徒たちの選曲による音楽、BGM を流して形を作り出す場合もある。 カリブ海の海賊のテーマ音楽は好まれている。2010年にフィラデルフィアで行われた東部アメリカの NGO では太鼓が BGM として使われた。笛や太鼓を用いず音楽に合わせて行う組み立て体操は演技者の高度な訓練を必要とする。ブラジルやマレーシアの NGO ではこの方法がしばしば用いられる。 1998年日本の大阪で行われた演技では3000人が音楽を唯一の同期信号として組み立て体操を披露した。少数の学校だがプールの中で組み立てを行う学校もある。1944年ドイツ日本の学校管理下で行う練習などでは先に組を決め、二人技から練習を行っていく。基本的に背の小さい人あるいは体重の軽い人が 上のポジションになる。日本では、V 字バランスや肩倒立等の個人技に始まり、二人組の技の中でも事故が多く、ペアで行う倒立や肩車と、その一種の通称、サボテンなどの二人組演技、三人組や六人組などの、招集談義と続き、重大事故の危険があるピラミッドや、タワーなどの大技をクライマックスに用いることが多く、学校における体育的行事は、 一般観覧者に向けた目的で催される行事ではないが、教諭の指導成果として観覧者の評価が大きいのも特徴である。演目の性質として一志乱れぬ、統率力と集団行動が求められ、元の感染への速やかな遂行が必要なことから、負傷者が出た際には、事故の現場から直接な緊急要請を行わずに負傷した生徒を直ちに移動させて、 大体生徒を参加させるのが一般的である。元の完性のために枠を耐える必要があり、恐怖や不平、激痛をあらわにするのは好ましくなく、禁句という風潮が普通であり、日本の学校での体育祭や運動会の祭事では、伝統や絆などが重んじられる。負傷した生徒は見学、入院に至る負傷を負った生徒には、学級全員で、 励ましの手紙を書いて渡すなどのケアを行う場合がある。世界各地の NGO による一般参加者の演技は極めて多彩であり、二次元波、人間ロケット、風車、ヘリコプター、歩行人間城壁、歩行ピラミッド、人間起こし、三段壁、カタルーニャ式ピラミッド、ポセイドンの柱、回転三段円筒、瞬間直立三段円筒、三段平面筒、 4段円筒、ま稀に5段円筒が披露される。開催国や地域によって演目は大きく異なる。1982年に日本で立ち上がった6段円筒はギネスブックに記載された。マレーシア、香港、ブラジル、インドネシア、フィリピンの演目は日本や東ヨーロッパの技を基本としながらも独自の進化を遂げ、それぞれの地域の強い特色が見られる。 かつては組み立て、姿勢を保持した状態での静止の繰り返しであったが、21世紀における、マレーシア、香港、ブラジルの演技は、極めて動的である。ブラジル国内でも、サンパウロとリオデジャネイロ、ニテロイの演技はスタイルが異なる。リオデジャネイロの演技は小規模ではあるが、独創的であり、芸術的完成度が高い。2011年10月のリオデジャネイロの、 ヒバタ劇場での舞台上演技では、5機の4段、瞬間直立ピラミッドが一瞬で喫立した。インドネシアの回転式に断線も動的な動きが取り入れられている。二人組の元から一つの元に100人を要するものまで規模は様々であり、演技の質の美しさも大切であるが、多数の参加者による集団日は観覧者に深い感動を与える。 30人から100人程度の演技者の場合は舞台や行動で披露される。100人から500人の規模では体育館で披露される。それ以上の場合はグラウンドで行われる。スパルタ・キアーダでは50人くらいの単位でグループを組み、同じ演技を100グループくらいで同時に行った。演技者は総数5000人を超えるので参加者の数の点では世界最大であった。 チェコスロバキアの首都プラハには1万人の演技者、22万人の観客を収容できるストラーホフ大競技場があり、組み立て体操を含む大規模なマスゲームはそこで行われた。1982年9月18日から19日に日本の西部球場で行われた総価学会第2回世界平和文化祭での3500人による演技は巨大な単一組み上げとしては、 世界最大であったと考えられる。他方、ブラジルのリオデジャネイロは小規模な組み立て体操を得意し、会場の大きさの都合などの場合によっては20人未満の演技も行われた。日本では組み立て体操が大変盛んで、主催党外交監督責任のもと、強制参加によらない、参加生徒の自主的、自発的な参加が推奨されている。そのような体制を取る国はケウである。 西側諸国では組み立て体操は一般的ではなかった。2009年マレーシアで東南アジアパラリンピックが開催されその開会式に組み立て体操が NGO によって披露されたが現在では国際体育大会ですらこのような例は少ない。中国では1960年代まで軍人による組み立て体操が国家の祝日に実施されていたが 現在は実施されない。北京オリンピックの際には華麗なマスゲームが披露されたが、その中に組み立て体操はなかった。朝鮮民主主義人民共和国のアリラン祭では、大型のアクロバット体操がマスゲームの一部として披露される。2期の3段四角等の頂上を構成する2人が4段目1人を支え、その上に倒立した5段目を乗せる形式である。演技時間は、 組み立て開始から分解終了まで1分半ほどのごく短いものであり、演技は主としてサーカスの技法による。アリランサイのマスゲームは規模は大きいが体操の扱いは小さい。主に組体操やマスゲームなどは集団演舞として扱われる。アメリカ合衆国では大規模な組体操が行われなかったが、1983年1月9日。 ニューヨークの青年たちが五段演奏を披露した。2010年には約300名の青年による組み立て体操がフィラデルフィアで行われ、続いて80人規模の組み立て体操がニューヨークで披露された。20世紀に行われたスパルタキアーダでは数千人規模の演技者による組み立て体操が披露された。2008年にプラハで久々に開催された時には、 世界最大規模の組み立て体操が披露された。2011年8月30日に、ブラジル・リオデジャネイロで、ブラジルスキーパンが披露した、人間歩行状壁21世紀の現代においては、学校や軍隊などの強制動員力によらない自発的な、組み立て体操が、総科学会インターナショナルをはじめとする NGO 諸団体によって、ブラジル、マレーシア、韓国、インドネシア、 フィリピン、アメリカで行われている。日本の学校以外で行われる大規模組み立て体操は、ブラジル、インドネシア、フィリピンが盛んである。2008年に交代し、ナルヒトシンのお臨席で開催された、スキー主催ブラジル日系移民100年祭、移民100は、その一例であるただし、演技者の大部分は非日系ブラジル人であった。2009年には、 サンパウロ州の州都ではない一都市、サンマテウスの独立記念日のパレードで、組み立て体操が披露された。2013年には、リオデジャネイロ州の一都市、ベウフォルド保守の独立記念日パレードで、人間歩行城壁、瞬間規律四段ピラミッド、三段遠筒カタルーニャ式六段ピラミッドが披露された。マレーシア、香港、インドネシア、ブラジルでは、組体操が、 地域文化になりつつある。2012年以降インドネシアの組体操が大きく進展し、2013年現在では世界最大級のグループに成長した。これらの動画は YouTube で閲覧できる。検索はポルトガル語のジナスタカモンタダ、英語のジムナスティックフォーメーション、日本語の組体操で行うのが望ましい。組み立て体操はかつては男子だけの演技種目であったが、 ブラジルのサンパウロでは2008年も男子に混じり多数の女子が参加するようになった。女子の部分的な参加はそれ以前の1998年2005年にリオデジャネイロでも行われた。上記のサンマテウス氏の路上演技では半数が女子であった。運動会の組み立て体操で演じられた人間ピラミッド学校管理下で行われる組み立て体操には多人数の参加生徒が必要であり。 練習に多くの時間を割くという演目の性質上、炎天下での長時間に及ぶ練習は疲労も早く、集中力低下による事故、熱中症へのリスクが高まる。行事当日に向けての常日頃からの負荷に耐えうるトレーニング、反復練習によるタイミングとバランスの体得が演武者に求められる。日本スポーツ振興センターには、児童生徒に、 重大インシデントを招くような巨大組み立て体操は、奨励しておらず、安全性を確実に確認できない場合は、実施を見合わせるよう求める通知を、全国の都道府県教委などに提出、事故予防の注意喚起を行っている。体育的行事が開催されるおよそ2週間前から、課外での練習が始められ、練習ごとに、修熟の段階を上げていき、その期間に、同演目の事故が集中する。 組み立て体操は危険が伴うため安全配慮義務が開催者に課される。演目上の性質として段数の工程に関係なく落下及びその衝撃で上司切断、死が障害、脊柱障害などの事故事例が多発していることが分かっている。1969年から2014年度の46年間に延べ9人の死亡事故と92人の行為障害が 確認されている1983から2013年度の31年間に学校の組み立て体操において障害の残った事故は88件発生。うち2012年度までの10年間で後遺症が残る事故は20件発生。2012年度に小学校で起きた組み立て体操による事故は6533件。2013年度での 事故事例は8,500件超となっている。静岡県の中学では下敷きになった生徒が、頸椎骨折し、両親が学校を相手に訴訟を起こした。ピラミッド以外の事故でも、福岡の県立高校の男子生徒が肩車された、際に後頭部から落下して、首の骨を折り障害を負ったケースや、頭部強打による、中途難聴や頭痛、めまいなど後遺症が残った、事例。 人間タワー崩落時の胸部圧迫による心臓破裂での死亡、演目指導に当たっていた名古屋市の私立、小学校側が事実と異なる報告書を作成し、裁判所から被害児童に嘘の証言を強いたなど、各地で学校側の安全対策をめぐる裁判が行われた。日本では国家賠償法に基づき、教員学にまたは、 地方公共団体の公務員でその職務を行うについて、故意または過失によって違法に児童や生徒に損害を加えたときは、国または公共団体が損害賠償責任を負う。なお、学校が日本スポーツ振興センターと災害協災給付契約を締結し、面積の特約をしているときは、日本スポーツ振興センターが災害を受けたものに、 災害共済給付を行った科学の限度で学校の設置者は損害賠償責任を免れる。2013年度に組み立て体操中の事故で災害共済給付制度で医療費が支給された件数は全国の小学校で6349件、中学校で1869件、高校で343件となっている。2014年度、 小中高における組み立て体操事故確認事例は約8,500件。2014年度の組み立て体操事故において医療費を給付した内訳事例はサボテン、肩車、倒立などの二人で組む演技で計2,294件、タワー1,241件、ピラミッド1,133件。2015年度では計8,071件。 前年比で骨折事故700件増。2016年での事故事例は計5271件となっている。2017年度では4418人。2018年では4000件超。労働安全衛生法や労働安全衛生規則では2メートル以上の高所作業を行う場合、事業者は適切な墜落防止措置を行う必要があり。 同時に18歳未満の者には5メートル以上の高所作業を行わせてはならないと定められているが、これらは労働ではなく、教育の一環で行われている学校での組体操では適用されず、対策も特に行われていないことも多い。一方で、教育専門家や労働安全衛生の専門家からは、こういった視点からの危険性も指摘されている。2006年8月1日、 東京地方裁判所は、小学6年生の児童が組体操の練習中に、転落して負傷した事故について、担当の教諭について、児童に対して適切な指示を与え、それぞれの児童がその役割を指示通りに行えるようになるまで、補助役の児童をつけるなどしながら、段階的な練習を行うなど、児童らの安全を確保しつつ、同技の完成度を高めていけるように配慮すべき義務を、 追っていると判断した。2007年9月20日、名古屋市立流小学校で6年生の男子児童が4段ピラミッドの練習中に最上段から転落し、男子児童は左上腕骨外科骨折の障害を負った。2008年12月25日に名古屋地裁は名古屋市に児童に対して110万1360円の支払いを命じた。この裁判では、 被告は児童に対して落下しそうになった時には、しゃがんで、下の者にしがみつくこと等の指示をしていた旨を主張した。裁判所はしゃがむよう指導があったことは認められるが、しがみつくように指導を受けたとの証言はないと認定。また、落下事故の際にも児童は、しゃがんでしがみつくことができないまま落下していることから、口頭の注意だけでは、児童の落下の危険を回避、軽減するのに不十分であることは、 明らかと判断している。また、この事故の裁判では、被告が複数の教員を補助につけられない旨を主張したが、裁判所は人員不足のために安全の確保を図る必要がなくなるわけではないと、この主張を退けた。学校が災害報告書に三段タワーの練習をしていたと、事実と異なる記載をしたり、教頭が被害児童と一緒に組体操を行っていた。 児童たちからの事情聴取の際に発言の誘導を行ったりしたことを教員らの保身のために本件事故の状況について学校側の責任が軽くなるように意図的に工作していると認定した。医者料について裁判所は本件においては本来信用できる存在であるべき学校側が教員らの保身のためにことさらに虚偽の事実を主張するなど 誠意のない対応をとっているのであって、これらの一連の被告の対応は、本件不詳による原告の精神的苦痛を増大させたと認定した。同省共闘は、学校として考える限りの指導、対策をしております。児童に精神的苦痛を与えたという判決は、非常に残念ですとコメントした。当該演武における事故の発生はほぼ予見可能であることに加え、 成長期にある未成年生徒が追う事故の重篤度や負傷後に、後遺症が残る等の予後不良によっては、学校や自治体側の責任問題にも及ぶため、当該演武を中止、または禁止の決定を出した自治体や学校も存在する。相次ぐ事故の報告を受け、2015年6月に文部科学省は全国の教育委員会に事故防止の対応を求める通知を出した。 初鹿秋広衆議院議員の呼びかけで国会で、組体操の勉強会が開かれ、超党派議員連盟が立ち上がり、文科省への申し入れを行った。吉家博之文部科学副大臣は、文部科学省が組体操を規制することや調査を行うことは、地方文献に反するとして行わない考えを明らかにしていたが、2016年2月に、長谷博文部科学大臣は、 国会の答弁で重大な関心を持ってこのことについて文部科学省としても取り組まなければいけないと回答。2015年度内に文部科学省は組体操の指針を策定する予定である。大阪経済大学の西山豊によればピラミッドには平面型取り体系があり。 それぞれの最大負荷量は10段にもなると一番下の児童の荷重は2 0 0ラム以上にもなるとしている。また、組み立て体操の自己件数を都道府県別に分析すると地域によって極端な差があり、大阪と兵庫が突出していることを示している。荒木達夫日本体育大教授は安全に組めるピラミッドは4段まで、それ以上の高さは体育学生でも危険と述べている。 自己ピーク時の8000県庁から演武の変更を及び中止、または元の高さに制限を設けるなどで数年後には、自己4000県庁の約半数にまで自己件数が減ったが、大阪市など制限前と制限後の自己件数に変動が見られなかった自治体もあった。人間を起こし組み立て体操での人間を起こし重篤な負傷リスクが高い多人数参加の巨大構想のもに変わって、 近年になり、人間おこしが広まり、日本スポーツ振興センターが医療費を給付した2016年度から2018年度の3年間に、頭部や軽部を負傷するなどの、計145件の事故が判明している。世界で、運動会在家、体育支援全自動参加、日本式広がる毎日新聞2020年2月15日、東京夕刊。ありがとうございます。